どうも、猫 TikToker 渋健です。さあ今回なんですけど、ちょっとねタイトルにもある通りなんですけど、私の秘密をね、もう重大な秘密をね一つ、皆さんに、お知らせしたいなと思います。はい、私猫 TikToker 渋健はですね、実は猫アレルギーなんですよね。はい、まあこれはですね、まあ TikTok でご飯の歌以前から僕をねフォローしていただいてる方はご存知だったとは思うんですけども、実は猫アレルギーなんですよね。はい、まあといってもだいぶもう落ち着いてきてはいるんですけども、軽度のアレルギーなんですけども、はい、じゃあなぜ猫を飼っているのかっていう話なんですけどもね、これね僕最初全く気づいてなかったんですよね。はい、自分が今まで生きてきて猫アレルギーってことに20年以上気づいてなかったんですよ。はい、で初めてこのね、右に映ってるキジトラ猫のノラくん、ペロペロしてるノラくんを引き取った時にちょっとね痒かったんですよ。ところが僕はもともとアトピー性皮膚炎なんで、子供の頃がめっちゃ痒いてたんですよね。なので書くことに特に違和感がなくて、別にノラくんが来たからイコール書いてたわけじゃないと僕は思ってたんですよ。アトピーがまたあれかみたいな、ひどくなってきたかみたいな感じだったんですけど、はい、今思えば確かに、まあ上京してから確かに痒くなったのはあれが初めてだなと思って、うん、でも特に別に猫アレルギーかなとか疑いもせずに、特にまあノラくんを引き取ってから、まあ、別に普通に過ごしてました。はい、で、まあ、1ヶ月ぐらいその痒みが続いたんですけども、まあ、なんか耐性がついてどんどんアトピーもね引いてきたんですよね。はい、でそこからまた数年経ってまたミミちゃんを今度はね引き取ったんですよね。そしたらもうねアトピーの日じゃないぐらい腕とか手がめっちゃ痒くなって、今も若干まあこうやって跡が残ってるというかブツブツみたいな軽くできるんですけど、これのちょっとひどいバージョンで真っ赤になって、もうちょっとなんか旗から見たらなんかこう血だらけに見えるような感じの症状が出て、これはやばいなって思ってなんか病院行ったら、なんかこれアトピーじゃないですよって言われて、えって言って、でなんか検査しますかってなって、で検査して、でなんか最近環境の変化ってありましたって言われて、あそういえば猫ちゃんを引き取りましたねって言ったら、それ原因かもしれないですねって言われて、で検査結果を見たら、まあその猫アレルギーの可能性が高いということで、びっくりしましたね。2匹目を引き取った直後に自分が猫アレルギーって判明したんですよ。俺やばいと思って、調べてないけど多分犬アレルギーの可能性もあるんだよ俺。はい、だから1匹目引き取って痒くなって、でもまあ1ヶ月ぐらいで体勢ついて、ミミちゃん引き取ってからはもうそのすぐ病院行ったんで2、3週間で終わったんですよね、薬も飲んだんで。はい、多分なんですけど、わかんないですけど、僕3匹目を引き取ったらまた多分再発するんですよね多分またアレルギー症状出るんですよね。うん、その時は目も痒くなって目も真っ赤になったんで結構やばかったんでね。はい、まあ、なのでこれからもし猫ちゃんを引き取ろうとか飼おうと思ってる人は一回ねアレルギー検査みたいなのができると思うんで、してみた方がいいかもしれないですね。うん、まあ別にちょっと僕の場合は軽度なんでそんな大したことなくて、まあ、ちょっとしたじんましんとかかゆみが出るとか、ぐらいだったんですけども、はい、やっぱ重度の方もやっぱいらっしゃるんでね、はい、なるべくね事前に検査してやった方がいいのかなと。いやほんまショックでしたよその時は。っていう、何が猫 TikToker やねんって話ですからねいやーまあね、でも結構ねこの動画とか、この動画っていうかその猫アレルギーですっていう
動画を投稿したら、実は私もなんですとか、いう、ね、意見も結構あったんでね、やっぱりあと半分ぐらいはもう、猫アレルギーなんですかみたいな、びっくりみたいな方多かったんですけども、ね、実はそうだったんですよね。はい、他にもなんか俺なんか多分なんですけど、動物の毛のあれアレルギー持ってると思うんですよね。うん、まあまあまあ、はい、まあ、てな感じでね、まあ、実は私は猫アレルギーだったということでね、はい、まあそんな感じでね、今回はなんかまあ、はい、今は特に大丈夫なんで、まあ、落ち着いてるんでね、結構ひどい時とかはこうね、なんかブツブツとか手にできたりとかして大変だったんですけども、今はね楽しく過ごしてます。はい、まあ、そんな感じで、長々と喋ってしまいましたが、またね皆さん、猫専門チャンネル、よろしく引き続きお願いします。それでは最後ね、恒例の、あの歌でお別れしましょうかね。はい、ではいきます。ガーナジガーナご飯の味がんだよ。